全身チャンネル第333回トロメ。今回は京都よりお送りしています。京都ロケです。京都ロケです。いや京都来ましたね。来ました。今日はなんで京都に来てるんですか？今日はですね、京都で銭湯に入りに来ています。なんでやねんというわけで 12.10 兄弟集会に参加してきました。詳細は次号でお楽しみに。今回の前身はこちら一面です。中国侵略戦争阻止の反戦闘争へ全学連戦闘に防衛省デモ。12月7日入国、辺野古への新基地建設と沖縄のミサイル基地化に反対する防衛省抗議行動が100人の結集で使われました。当日の映像はこちらです。岸田政権を倒そう。岸田政権を倒そう。辺野古新基地建設と辺野古新基地建設と土砂の投入を許さないと自衛隊のミサイル配備反対。自衛隊ミサイル部隊を許すな。同じく一面です。改憲戦争と労組破壊の岸田政権を打倒しよう。沖縄ではこれまでとは一線を画した実践的な訓練が繰り返されています。11月19日から始まった自衛隊の統合演習では、台湾有事を想定し民間港を使用した本土からの部隊の輸送、補給と戦闘が一体となった訓練が行われました。より実戦を意識した訓練に沖縄戦を思い起こしたという人も少なくないと報じられています。宮古島や本部町、八重崎などで自衛隊演習反対の戦いが住民の体を張った実力闘争として戦い抜かれています。沖縄の戦いに連帯し、日米帝国主義の中国侵略戦争阻止の反戦闘争を全国で戦い抜きましょう。2面です。所信表明で敵基地攻撃叫ぶ岸田、大軍拡と労働組合破壊に突進。岸田首相は12月6日に臨時国会で所信表明演説を行い、新しい資本主義実現の前提として敵基地攻撃能力を含め防衛力を抜本的に強化すると言い放ちました。56兆円の経済対策、過去最大の36兆円に迫る補正予算の全てが中国侵略戦争に向けた大軍拡と資本救済、労働組合破壊、社会保障破壊の攻撃です。戦う労働組合を見返らせ、戦争絶対反対の実力闘争に立ちましょう。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。サブチャンネルの ZNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。じゃあな。